国鉄 DD51 系ディーゼル機関車、DD51 系ディーゼル機関車、DD51 型ディーゼル機関車は、日本国有鉄道、国鉄によって1962年、昭和37年から1978年、昭和53年にかけて製造されたディーゼル機関車である。幹線から機関車をする無煙化を推進するため、 1962年から1978年までの16年間に649両が製造された。先行して導入されたものの感染用としてはかなり非力であった電気式の DF50 型に代わる本格的な感染用主力機として開発されたもので、速度面では旅客列車用大型蒸気機関車 C61 型を牽引力では 貨物列車用大型蒸気機関車 D51 型を上回る性能を持つように設計されている。本形式の登場後も、より外出力のエンジンを一気装備した DD54 型や軸重を軽減した D50 型など、感染、ア感染用のディーゼル機関車が開発、製造されたが、前者は不調続きで短命に終わり、後者は電化の進展で投入する機会が得られず、 試作機のみで終わった。その結果、合理化推進のための車両、標準化により、性能の安定した DD51 型のみが長期量産、運用されることになった。本形式は、最盛期には四国地方を除く日本全国で使用され、非電化感染の無煙化、動力近代化を推進した。しかし、電化の進展と、客車、貨物列車の減少により、 1987年の JR 以降までに約3個が余剰廃車され、JR 各社には593号機以降の完全充連タイプのみの259両が継承された。その後も客車、貨物列車のさらなる減少、DF200 型など新型機関車への置き換え、加えて老朽化のため少しずつ数を減らしつつある。しかし、 本州以南向けの後継機の開発がないこともあり、日本貨物鉄道、JR 貨物所属車には延命のための更新工事が実施されるなど、本形式は当面継続して使用される見通しである。側面から見ると突型となる、車体全長中央部に運転台を備えており、前後に合計2機のエンジンを搭載した大型機関車である。二軸、ボギー来車3組を装備し、 うち両端台車が、動力台車 DT113 バイトとされ、無動力の中間台車 DR106 によって全体の軸重を軽減している。感染用の大型機関車としては世界でも一般的とは言い難い小型機関車と同様の中央部運転室を持つ突型車体を採用したが、この形態を採用した理由は 最大軸重の制限による軽量化要請への優位性、エンジン周りの整備性の良さ、機器配置の容易さなどによるものである。ただし、DD13 型や後のデジュー系 DD16 型といった小型機と異なり、運転台は前後方向に共通ではなく、機関士、運転士は進行方向側の運転台に前方を向いて座る。全長は大きいが、 B-2B 軸配置による重量負担配分と、突型車体運転台前後のボンネットとの間に、干渉ゴムを挟んだ柔らけ結合として、大枠自体の垂直強度を、ある程度落とすことを許容し軽量化したことにより、軸重の低減を実現した。エンジンは、入れ替え、支線用小型機 DD13 型で使用されていた、DMF31S 型をベースにして、 新開発された DML61Z 型ディーゼルエンジンで、気筒の数を直列6気筒から V 型12気筒に変更、排気化給器、ターボチャージャーと中間冷却機、インタークーラーを装備して、最大出力が 1100PS、1500RPM となり、それを2機搭載して、総出力 2200PS を出すことができる。ノッチは14段階。 動力伝達方式は、軌道の重量制限に対処する、軽量化のため日本国外大型機関車の主流である、電気式をやめ、日本での量産大型ディーゼル機関車では初めて、液体式として製造された。液体変速機は3組のトルクコンバータを内蔵した、ミツルハイ、油式、ポイト式の DW2A で、新たに開発されたものである。動力伝達システムは、 両端の動力台車2機四軸を前後のボンネット内にある一エンジンに一変速機の組み合わせの動力装置とその動力により駆動する二軸駆動の一台の動力台車の構成により動力が伝達されるシステムとなっておりエンジンと運転室側にある逆転機内蔵の液体変速機の間に第一推進軸液体変速機と動力台車に内蔵された第一減速機 動力台車の運転室側の間に、第2推進軸、第1減速機と、同じく内蔵された第2減速機、動力台車の先頭側の間に、第3推進軸がそれぞれ連結され、動力が伝達される。また、エンジンの冷却計機器として先頭部両側面に、ラジエーターとその上部にファンを装備しており、補給駆動軸充電発電機と空気圧縮機を駆動させ、 機関潤滑油、変速器、機関と中間冷却器の冷却水をポンプで循環させることでオイル及びラジエーターを冷却している。車体中央にある中間台車、付随台車は開発当初全体の軸重をアカン線基準の14トンに抑制する手段に過ぎなかったが増加試作車ではライナー挿入、さらに量産車では空気バネを搭載して 空気バネ内の空気圧を調整することにより、動力台車の軸重を14トンと15トンとの2段階に調整できるようになった。これによって、赤ん線への入線能力と、規格の高い中間線での動輪粘着力確保を両立可能としている。製造時期、1962年から1966年。試作型及び初期の量産型で、却下療養。 客車暖房用の蒸気発生装置、SG を搭載しているが、重連総括制御装置は搭載しておらず、非重連型と呼ばれる。例番台は JR に継承されることなく、1986年までにすべて廃車された。製造時期、1966年から1977年、重連運転のための重連総括制御装置を搭載しており、 車端橋資料部にけ70ジャンパ船受けを両あたりに装備するとともにジャンパ連結機線納めを全部デッキ部に取り付けた区分で10連型と呼ばれる。さらにブレーキの制御方式で以下のように区別される。一部を除いて蒸気発生装置を搭載したが2013年現在は使用していない。また空気圧縮機 CP からの圧縮空気を 連結した G の機関車や牽引する客車などに送る、元空気溜め管を、両輪あたりに装備している。501から592号機が該当する、釣り合い引き通し管を装備していないため、10連運転時に前くらいの本向きが、単独ブレーキ弁、単弁を操作した時は、本向きのブレーキのみが作動し、G の補機はブレーキが作動しない。半重連タイプは JR には継承されなかった。 548以降は、ブレーキ力増大のため中間台車にも基礎ブレーキ装置を装備したために、台車形式は TR-106 型となる。ブレーキ装置のスペース確保のため、床下の燃料体供容量が4500リットルから4000リットルに減少している。587から592の6両は蒸気発生装置、SG 未搭載車として落成している。 八百万台のような本格的な SG 非搭載車とは異なり、SG 用ボイラーを積載していないだけで、SG 機器室などの関連機器は省略されてない。半重連携のうち、美濃大滝管区、現、美濃オー車両区所属だった五百九十2は、国鉄名古屋鉄道管理局、当時の十二系欧風客車、ユーロライナーの運用開始にあたり、図飾をユーロライナー色に変更し、 高山本線、紀勢本線、山宮線などで、同客車を牽引し、岡山鉄道管理局、当時所属の悠 u サロン岡山も牽引したものの、図書家変更から1年半後の1987年2月に、廃車された。全10連携の791も、ユーロライナアイロに塗装されていたが、こちらも2007年5月に廃車となっている。半10連型は、 北海道の釧路機関化配置車の一部に1981年頃より余剰旧車となる車両が現れ、その他の車両も1986年11月のダイヤ改正で全車運用を離脱し、1987年までに廃車された。593から799号機、1001から1193号機が該当する。釣り合い引き通しだを。 元空気ダめ艦の外側に、両あたりで装備しており、重連運転時に本向きの単独ブレーキ弁、単弁の操作が G の補機まで作動するように改良された区分である。一部の半重連型で釣り合い引き通し管を新設し、全重連型に改造されたものも存在した。1001以降は、500番台が799まで、 達したため貨物用800番台との重複お酒1001へとび番となったグループである。JR に継承されたものはこのグループが多い。このグループからナンバープレートが切り、文字式からブロック式に変更された。1010 10以降は、運転室内前後の天井に扇風機が設置されたため、運転室屋根に突起が2箇所ある。また1052以降は、 ラジエーターカバーが2分割タイプに変更された。北海道地区に配置された500番台は、半重連型と全重連型とを区別するため、船札の隣に半、十の識別札を挿入していた。2011年現在では、北海道旅客鉄道 JR 北海道函館運輸所所属の重形に、箱、十の札が残るのみだが、国鉄時代は、地区、 小樽蓄港機関区、五、十、五両角機関区、釧路、半、釧路機関区、半十連携、釧路、十、朝日・非、朝日川機関区、非十連携などの組み合わせが存在した。北海道内で使用された本区分のうち、1972年に全小島をボンネット全端上に増設し、三島化された車両が存在する。 冬季公設時の視界確保のためで、五両各機関区などに配置された五両、710.716741.742745に、施行された。745は1986年に、本州へ転属後も補助等を損置し、東日本旅客鉄道、JR 東日本長岡車両センターに配置され2002年まで、万越再線などで使用された。 また入れ替え作業時の誘導係への連絡用として、スピーカーを装備した車両も北海道地区では多く見られた。製造時期、1968年から1978年。貨物列車の運用を主体とするため、SG を搭載せずに登場したグループである。SG 関連機器やボイラータンクなどを省略し、運転室中央にあった SG 機器室がなくなった。 運転整備重量は、約6トン軽くなり、各軸の荷重負担割合が変化したことから、中間台車の枕羽を変更し、滑走防止のためブレーキシリンダーを縮小した TR-106A となった。その他は、基本的には、同時期に製造された500番台の完全充電タイプの仕様に準じており、ナンバープレートやラジエーターカバーも時期を同じくして変更された。 また855以降は運転室内に扇風機が設置されたが、500番台と異なり運転室屋根の中央に大きな突起が一箇所あるのみである。北海道地区へは一時的に投入されたのみで、栄冠地使用者は存在しない。当初の計画では、貨物列車用の新形式 DD52 系を予定していたが、新形式の投入に際しては、労働組合との間で、 難しい接種を行う必要があったために、既存形式 DD51 系の仕様を変更する方針を抑えたとされる。JR 東日本高崎車両センターに所属する842は、非電化区間のお召し列車検引機として用いられ、大枠側面の飾り帯やデッキ手すり、煙突カバーにステンレスが用いられている。なお、四十二はお召し列車運用のほか 同センター配置の滝とともに、館内のイベント列車などに使用されている。1801以降は、800番台が899まで達したため1801へ飛び番となったグループである。成田線及び、総武本線での成田空港向けジェット燃料輸送のために製造されたが、将来の客車列車権員への転用も考慮して、SG 搭載の準備工事がされた。 DD51 型はほぼ日本全国に配置されたため、配置された気候条件によって以下の仕様がある。1987年の国鉄分割民営化に際しては、北海道旅客鉄道、JR 北海道25両、東日本旅客鉄道、JR 東日本29両、東海旅客鉄道、JR 東海4両、西日本旅客鉄道、 JR 西日本63両、九州旅客鉄道、JR 九州1両、日本貨物鉄道、JR 貨物137両の計259両が JR 各社に継承された。すべて10連携の500番台及び800番台である。2000年までは東京都内、2011年までは大阪府内でも定期運用があったものの、近年は 運転列車の設定の消滅や JR 貨物に限られるが、DF200 型などの新型機関車への置き換え、老朽化などにより、本形式は徐々に淘汰されつつある。JR 北海道では2015年度に5機が廃車され、1137号機が2015年11月30日付け。 1 9 3 1 0 9 5 1 1 0 2 1 1 4 1号機が2016年3月31日付。さらに2016年4月30日付で5機が廃車され、8機が海外上と予定を前提としての公衆輸送が行われている。2018年4月1日現在、JR 貨物のみ2018年5月1日の在籍者は JR 東日本4両。 JR 西日本8両、の計29両である。2018年4月1日現在、JR 貨物のみ2016年3月1日の配置車両は以下の通り、2016年4月30日までは JR 北海道にも配置されていた。以降の現状として、所属機は存在しないが、参考として当節に記載する。現役の車両も、 最終造備機の製造から30年以上が経過し、特に北海道地区のものは厳しい気候条件と過酷な長距離の運用により、著しく老朽化が進んでいるため置き換えとして DF200 型が投入されたが、全面的に置き換えるまでには時間を要した上、DF200 型は軸重制限で関北本線や根室本線、釧路貨物駅等への入線ができないとされていた。 また、北海道地区以外のものは老朽化こそ進んでいる。ものの置き換えるには及ばず、民営化以降は、貨物輸送のコンテナ化などによって、貨物列車そのものの削減が進んでいるため、大金をかけて、機関車を新造しても数年で余剰になることが予想される。かつ代替する適当な機関車もない。よって、延命のため、まず、北海道のものから百九十四年以降、 本格的な更新工事が実施されようになった。本形式は本専用機関車として大量に制作され、汎用性の高さから基本設計を踏襲した派生形式も多数制作された。詳細は各形式のリンク先を参照されたい。ファイル、陣屋町駅林行線で留置される DD51K。 JPG サムミャンマーへ輸出される DD51 廃車となった DD51 系のうち数量が日本国外に譲渡されている。JR 貨物では現在使用している本形式を北海道の石油輸送の廃止で発生した DF200 系の一部を改造の上五両郭機関区より愛知機関区に転属させ順次置き換えられ近い将来。 JR 貨物所属の車両はすべての車両が姿を消す予定。一方、JR 東日本及び JR 西日本所属の車両は置き換えの対象には入っていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。